10年前まで私もラップを吹いてました、本店の総会長を兼ねて政務長を兼ねてお給長の岡村一位です。どうぞよろしくお願いします。では海上自衛隊で使用しているラッパーの説明を行います。海上自衛隊で使用しているラッパーなんですが、二巻ラッパーというものです。今持っているやつですね。でこのラッパーはトランペットみたいに音を変える機能はついておりません。で音は全部息の強弱もしくは唇の形で変えていきます。このラッパーで出せる音はですね、5つの音階で、和音で表します。でこれは和音で表現しますとドとタテシで、普通皆さんが知っておられる音階で表すとドソドミソとなっております。じゃあまずどういう音になるのか聞いていただきたいと思います。はい、ラッパ用意。以上の音をもちまして、いろいろな曲を構成していきます。では海上自衛隊でもいろいろ多数の曲目がありますが、今回その一部を紹介していきたいと思います。じゃあまず総員起こしという曲から紹介します。海上自衛隊では朝起きる時間が4月から9月までは朝の6時、10月から3月までは6時30分と決まっております。でその時上位乗組員全員を一斉に起こすために使用するのがこの曲になっております。だいたい寝ぼけざまの状態を目を覚ますためかなり威勢のいい曲目になっております。では聴いていただきます。どうよこし。君が洋服を前にですね、全員姿勢を正す意味もありまして気をつけ、で君が洋を吹いた後にですね、元の状態に戻すために書かれという曲を、で普通この3曲セットで吹くものであります。では聴いていただきます。ランプ用意10秒前。
紹介します。海上自衛隊では基本的に朝8時および、昼の13時から海上を始め、仕事を始める時間になっております。でこの時に吹く曲が海上を始めという曲であります。はい、ナンペアを始まります。純天という曲を紹介します。これはですね、毎日午後1時30分にですね、吹く曲です。でこの純天とは何かと言いますと、1日の締めくくりということで、船の保安状況、あと整理整頓、あと乗員のですね、天候状態を確認するために一通り点検を行います。でその時に吹く曲がこの純天という曲になります。でこの曲が流れ終わったところで、今日の仕事は、ほとんど終わりという感じで、ちょっと一息つけるという状態になります。じゃあちょっと聴いていただきます。はい、なんだよ純天。どうもありがとうございました。